炎上するよね。うん、イベント出たくないですか。こういう横のバランスだから私なんかないってそれが一番ダメで。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じゅんこです。こんばんは、みやどんです。はーい、今日は私からはい、嬉しい何先生、気持ち今日は何を教えてくださ。今日はね、私すごい最近思う、はい、今ね、はい、見てる人の見やすさをあんまり考えてないな。あ、見てくださって、見やすさって会話じゃない。うん、歌の世界をお客様に見せてるわけじゃない、はいはい、ってことは伝わんなきゃ意味ないじゃん。そうだよね。あのね、左右バランス気にしなさすぎる。左右、うん、例えばさ、例えばさ、こうお客様がこう見せて、あ、例えばさ、うん、お尻見て、うん、そうだね、止まってるよね。止まってる。うん。うん。そうだね。そう。うん、もうやっぱりこう左右のバランス。ああ。そう。それがすごく私は見ててこう、合ってないと気持ち悪いなと思っちゃうとこで。うん。それがお尻が今均等じゃなかった。うん。これ左右の振り幅のバランス。振り幅か。うん。手が、この肩の位置が。ずれてたね、今。そう。もう見づらくなっちゃって。あ、そうか、そうか。そうなのよ。あ、うん、だってまず言っちゃうと、全部なんだけど、肩の位置とか、よく皆さんあるよね。あるね。そう。で、もうね、もう、何としてでも均等に、もう真っ二つに、そうなのよ。こういうね、そうなの。なんで、このメトリー。左右って絶対バランス悪いんだよね。人間って絶対、ま、あの、どんな選手でも悪いと思う、うん、だって利き手があったり使いやすい方があると思う、うん、なんだけどやっぱりこうこれが分かるには、うん、ちょっとねすんごい怖いこと言うんだけど、うん、遠くから自分を見てるんだよね。遠くから自分を見る、そう見たことないよね遠くから自分を見る、うん、そう、これは絶対にしなきゃいけないことなの、フラダンサーは、うん、見られてるの。上手い方はみんなやってる。がないとわからないのね。髪でも教えてくれるんだけど、なんかこう自分が引いて姿勢立ってて、こう調節してるの。上手い人って。バランスを見て。鏡を見て。そう、だから宮さんの場合は先生に言われて直すよね。そう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 、そう。それが、もう最初から自分でも意識してる、ね。そう。で、これを私はこう自分の形をこういつも生徒に見てって言ってるんだけど、なんかね、こう見方が多分同じ物体をこう作るわけよ。はい。うん、そういうイメージでこう見ていくのね。そうそう、そうするとちょっと私のこれが見本に、生徒さんの見本になればなと思ってこう作ってるんだけど、なんせみんなね、部分的な感じなんだよね。そうそうそう。じゃなくて、もっと遠くから、ちょっと何、下手すると斜め上の方からこう見てるみたいな、霊が見てるみたいな感覚で自分を見てる。そうなの？そうじゃないと、肩のバランス、そう。腕のバランス、力の入れ具合、この辺のバランス。そういう意味か。そういうこと。一個一個遠くじゃなくて、一個一個よ。でもそうよ。でもそれが見えてくるわけ。遠くからなんとか、ね、なんで最近東京港オープンしたじゃん、はい、ずっと姿勢の話してて、うんうん、私多分あの最初で最後の出会いでこうフラの私のどこ直してほしいですかって言われたら、うんうん、多分姿勢直すなと。ああ、うん、それもう一番基本となる。一番だね。そうなんでこうそれが自分でこう分かんなきゃダメなのよ。定規がないと。そっか、うん、自分の癖もあるね。やってるつもりとかは絶対にないです。だからこれが一人のダンサーとしてかっこいいかって感じで見てるの。もう自分の感情とかどうでもいい。どうなりたいかって言ったら綺麗になりたいわけ、うんうん、ってことはもう自分の意思とか感情、ブロケ合いの人結構めんどくさい人多いですけど、そういうのはもう考えずもう客観視しかないです。で先生と自分、先生と自分って感じでこう眠っちょもあなたが炎上するよね。うん、ぽっちゃりさん、ぽっちゃりさんも次何言うのスマートさん、スマートさんもなんて言うのそこは関係ないかな、別に。
何も言ってない。なんだ、ちゃんとね、なんかご立腹になってる。でもそう、あと若い人も年老若男女、そうそう、もう体をこう整えるってことは絶対にしなきゃいけない、失礼なのね。じゃないとイーフラが踊れないんだよね。なんでこうバランスが、それはちょっと大事ってこと。これってフラ始まる前に自分で見れるよね。そうだね。そう、なんかねえ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 、いやだめだ、今日さお茶どこ行く、お茶、はい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 ってやる人って絶対に上手くないよ。そう、なんでロケ弁の人って結構もうスッとこう怒られてるから、散々もう何年も怒られてるから、うん、そういう人はもう台にしっかり立とう、体、うん、をしっかりやろう、うん、っていう弟子の受け方のありがたいことにできてるんですよね、はい、うん。新しく入ってきて、うわ、エリート集団、うわ、すごいかっこいいって思われるのもその受け方なんですね。そうだね。姿勢堂々と、もうみんな入ってんのよ。うんうんうん、なんだけど、よく見て、よく見て。お尻で触れてないから。よく、よく見て、よく見て。もう全然バランス悪いから。っていうのがいいんだけど、それってもう自分の中の問題だから、私こう、なんていうの、感覚なんか絶対頼らず、肩落とす、落としきる。で、バランスどうか。うん、首立てるでバランスどうか、うんうんうん、胸立てるでバランスどうか、うん、こういう人皆さん多いよね。そうそう、なんで落とす、落とすの先を、そう、あれいつもないよね、1個しか、そうなの、そう、落とすの先を見れたら調節してんの、こうやって。そうなんだね。そう、それがぴったりこういく人なんていないよ。いないよね。そう、あ、そうそうしてたでしょう、まあ、私本当に、あら、私だけか、そんな人はできないんだよね。だから落とす、だから大体が弱い方をもっと強化するっていうやり方をしてほしいんだけど、力の入れ具合がバランスの取り方が変わってくると思うんだよね。調節の仕方が変わってくるんだよね。それにはこう高い方に合わせない、それはマストかな。うん、そうそうそう、こっちがさ、こっちが下がったらこっちもガクッと下げる、で首も伸ばすっていうバランス、もう定規で見てどうですかね。それを見続けてるとだんだんこう、はい、うなんですね。そうか。で、すごくね、ゆるーく楽にこう、私ほら、この間すごい風邪ひいたんだけど、その時に、いくらなんか踊れなかった。うんうん、力がいる。あ、そうなんだ。エネルギーがいる。それは30年くらい踊ってる、私でも全然いるのよ。ね、はぁ、あらまぁ、ほんとよねぇ。はぁ、あ、まぁ、あ、どうしましょう。なんでそれがでも、でも分かるわけよ。それってもう見続けてきてる、死ぬほど自分を。じゃあぜひ見てあげてほしい。だから動画撮る時も絶対そういうことを基準に見なきゃダメ。私のお尻右だけ強いよね、うんうん、じゃなくて今度はじゃ左も意識してみよう、うん、右左均等かな、まあ、2つに分かし、ね、分けて均等かな、ね、均等かなってこう見ます。で、手の感じだと肩を落としてますよね、はい、で、この形、まずこれがこう、こう、こう、あとね、これがね、これがね、かな、半分に割るのよね、うん、で、こう横に出してる時見て、肩だけ見ないの、ね、うん、腕も見るの、これ、ここの部分も、そうです、この角度見ます、この角度、はい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 、わかります、均等だね、この小山のこれがね、そう、肘の位置、高さが一緒になってきます、うん、なんで、もう1個はやめてもらって、もう何度もパトロールするの。はあ、見る。そう、でまずチェックチェックチェック、動画を見た時にこう上あの肩がふやふや動くとかはまあまあ抑えるしかないんだけど、バランスが悪いところが多分ね、気持ち悪いところだと思う。ああ、そっか、それまあ逆に気持ち悪いって思わなきゃダメだよね、自分がね。いや、思ってると思うよ。あ、そっか、みんなはね、みんなはね、あなたは私に、私のほら、言われたりはないよね、私のことだけなの。あー、そっか、気持ち悪いここならここっていう、私を信頼しすぎたでも、もうそのチェックができたらさ、私が言い忘れたところ、あー、そうだね、そうなのよ、自分一人で再生ができて、あ、自分一人で自主練ができて、問題集ができてみたいな感じで、で練習も楽しくなる、そういう練習の、そうですね、言われてもこう治んないところをずっと向き合うのももちろんそうなんだけど、これは向き合うって決めて、うん、そこはもう先生が決めたところは向き合ってほしいんだけど、うん、それ以外もたくさんあるから、それはやりつつ
ね、難しいと思うけど、やりつつは絶対にこう、うん、頑張る、はい、頑張る。もうそれはうるさく言うからさ、そのうち入ってくるのよ。ただバランスって、こう、なんていうの？あー、そうだよね。いっぱいいるよね、こういう人。そこだよね。それそれ、はい。これもバランスだと思う。こういうの。わかります？うん。こういうの。そう。左右があったらどう見やすい？本当左右がない。本当だね。そうなの。あの、見てて変、あの、見づらいって何？失礼言ってますよ。そうだよね。正解はこれ。あ、それかっこよく見える。そう。見てて安心。わかる？こういう、ここら辺のバランス。全然違う。違うでしょ。うん。本当。うん。手を横に出すときとかよくあるのが、もうこういう風になったり、そう。バランスだね。本当バランス。そうなの。だからね、結構静止画でキープする結局、はい、位置とかこういう時の、はい、なんとなく絶対やらないで、こうストップでやった後にチェックする。よく、もう鏡見たら怒られる先生だったら、チラッと見る。横目でね。そう、横目でチラッと見る。オッケー。調節してるのよ、みんな。そうなんだね。何も考えないで。そう、パッとでったからね、みんな。開くぞ。パッとやってる人も出てきてる人なんて、多分ね、オリンピック選手も無理。そうなんだ。オリンピック選手ですか？いや。じゃあ、飛ばしてできないことを悔やむなんてする必要ないわけ。そっか。だから、何万回も、うん。何十万回もできた。だから私もよく、よし、こういうダメ、こうだっていうのを正解だとしたよ。ここに行くまでね、すごい感覚でやってたのよ。全然自分が思った通りの手の位置に行ってないな。まず正しいこうルールね、はい、手がこうしっかりこう肩を落として肩のラインの、はい、細かい肩のこう開き方も、結局肩が落ちない人はずっとこういう人でね、はい、でこれも形もしっかり組み立てて、あ、同じ感じ、同じ見え方、オッケー。で次で肩落としながらこうかギュッと締めながら開くってどういうことだろう、バランスどうかなって最終的には見える。変なんですが、肩も落としきれなかったり、背筋腹筋も成長途中なわけじゃん。でもイベント出たくない。そうだよね。ってことはちょっとごまかししなきゃいけない。ちょっと言葉悪いけど。なんでそれが最低限の気遣いがバランスを見ることだと。そうね。バランスね、本当考えてもらえますか。いやー。ねえ、バランスね。前から客観視したことありますかって感じ。結構遠くから見る。そうだね。うん、その方が見えるし。そう。で、客観視ってことか。その技術ってすっごい良くって、こう客観視がこうできてきたら、そのうちこうみんなで合わせる作業も、はい。できてくるんだよ、ね。ああ、ブンブンのね。そう。で、宮崎の形の把握はできるわけだ。うんうんうん。ってことは、それが合ってるか合ってないかのチェックができるんだよ。これがダメだわ、わかるじゃん。うん、だけど、あとはバランスを。ああ、そこだよね。それが、横もあって、横もあって、こうとか、こういうふうに、はい、こういう横のバランスもあって、横はもうずっとこう、開いてて、はい、そう、バランスだと思う、見てて。なるほど。それが、一人の練習としては絶対に気づくべき。片方だけ。片方だけ、じゃなくて。お尻のこの出方、はい、そう、これからやっぱ動きがなきゃダメよね。ああ、そっか。ヘラ。ほんと上位だね。そう。マップだった。絶対に私、右の方が強いわけよ。こっちがね、今、鏡じゃないと思うけど。でこっちを、どうやってもどのくらい押すと同じになるかっていうのを練習するわけ。そうじゃないと、こう。で、それをこう、鏡でベーシックの時姿勢いいまま、それをベーシックの時に頑張ってこう、チャレンジするわけ。うん、そう。私こっち弱いなって。それが、なんか、ちょっと引いて、正しいから、本当正しい自分って、何度も見ることが当たり前。何やってますいつもベーシックの時。はい、はい。ごめんなさい。
私は。まあ、ただ、別に反省もしてないでしょうから。はい。変わってこなかったからな、ねえ。もう、心の中の開き直った後まで。そうそうそう。もうね、ただ先生と、よし、こうだぞーって、ただやってて、自分チェックには、私が反省したのはさ、純、うん、子の後ろで踊ると、うん、踊ってる風に、そうそうそう、あのね、踊れるように気持ちよくなっちゃうんだよ。違う、気が映るっていうか、気。あ、そうそう。先生の気がね、こうやって入ってくるからね、あ、よし、ここだ、先生もここまで行ってんぞーとか思っちゃう。自分も踊る気持ちよくなっちゃうでしょ。そう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 。だからね、最近ね、宮部休めんじゃん。最近私踊んない時間も増やしてんの。そうなの？ってことはさ、自分でお尻の角を見なきゃいけない。見てそう、ね、自分でしっかりルールをやろうとしなきゃいけない。一番問題なのは、結構宮田そのタイプなんだけど、うん、怖くて決められないんだよ。怖くて決められない。そう。すごく悩みながら、合ってる。ああ、じゃあ手がいないから。そう。宮田いつもそうじゃん。こう、ビクビクするじゃん。そうだね。それが一番ダメで。間違ってもいいから、自称怒られる。合ってることは一緒ないから。とにかく怒られるわけだから、一緒ないってことだよ。そうよ。頑張ってんだから、私なんか先生。でもさ、もういいんだって。それが、そうか。うん。で、まずこう、やってみちゃう。やってみるのよ。そう、やってみて均等にバランス。だから鏡があるとこは見る。なければ左をちょっと大きめにとか。だから普段の自分の変な癖みたいなのを知らないと、トレーニングをしようがないね。そうだね。それはある。そう。やっぱりこう怖がらず体を使うこと、これはもうね、本当にこう私には理解できない人種だけど、絶対しなきゃいけない。でないとコツもつかめない。そうだよね。卵も細胞も活性化しない。死んでる。うんうん、本当だ。全部に目覚めよ目覚めよーってね。ごめんなさい。やめろ。そうなのよ。もうバランスって深いでしょ。深い。本当に一個じゃダメだもん。そう、でも私はそれがすごく、あ、見づらいなとか思って。そうだよね。そうなの。で、自分はあんま好きじゃなくて、絶対自分のバランスを取りながら踊ってる。一番そう、結構大事なところ。お客様が見てて気持ちよくね。そうそう、あのバンプですよ。だからもう普通もう立ってるだけで上手い人ってそういうのが取れてる。あ、もうそこからしてもバランスがバッチリ。この人は上手いでしょみたいな。で、立ってる人で分かるじゃん。そう、それもなんかちょっと、ああ、本当だ。おう。そうだね。それって知らなきゃ損な部分がすごくあるなと思って。で、なんで、お客の場合は、こう厳しい目の純子が、違うって注意するじゃん。そうなんだけど、それを分かって教えてもらった。それをちゃんと見る。で、見る。で、分かった。よし、やってみよう。で、ゴーって。なかなか難しい。だから何度もチェックすればいい。こうお客様の前に立つ前に、こう、整えて。もうね、遠くから見ながらね。なんでね、よく思うのが、こう、振り付けて、やっぱり心がくれた振り付けだったり、はい、こう、簡単なのだったらつけたりするじゃない、はい、なんだけど、どんな振り付けも、やっぱバランスが綺麗な人は、綺麗。かけないね。え、顔のバランスなんじゃないですか。違うよ。でもなんか本当は、でもメイクもそうじゃん。うん。うん。そばでこうやって見ててもわかんない。ああ。聞いて、私みんなのメイクうまいじゃん。聞いてこう見てるから。そうだね。あの人の、で、それで欠点もわかるじゃん。ああ、ここが、こっちが違うぞってね。あ、ここ広すぎる。なんか、よし、隠したり。シェイクシェイクってね。うん、で、ここなんかシワシワだら、あ、なんかここ。そう、それも、そうだもんね。それで、そういうからね。で、欠点をなくしていったらどんな顔になるんだよ。だから、自分の欠点を蓋せず、できてるもん、やってるもん、やってるつもりだもん、先生いつもそう言うけどさ、みたいな。待って、どうなの？欠点をなくすことが、うん、そうだ、必要なんだよね。いいわ、それいいわ。もう本当にそうだね。はい、はい、左右バランス、お客様の目線で自分をチェックしようでした。はい、はい、このチャンネルがためになったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンと、はい、せーの、メンバーシップ、はい、お願いします。ありがとうございました。皆さん、アロハー。アロハー。はい、こちらのチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですね、コツをたくさんご紹介しております。チャンネル登録お願いします。